下ったとはまた腹が下ったかのようなそんなこと言ってないんだ。もう勝手に話を広げるんだ。ああ、ゴーレ一丁お続けください。よし、話の腰をバッサリ切りました。申し訳ございません。清正さんもかつては豊臣方についておったが、この関ヶ原の合戦の時に、まあ、豊臣方から徳川方に。まあそのような風に受け取られるとやや心外ですな。いや声がちょっと心外感が強くなってしまいました。まあでもそういうことだろう。それは形の上ではそうなっておりますが、ただまあ水面下で和平を進めておったということでございますけれども、それがゆえのことでございました。実際ですな、まあ徳川家に対して誠意を見せたというところはありながらですが、もともと豊臣家の家臣であったというところの矜持というものは忘れないような行動を心がけておりまして、そのあたりは徳川家とちょいちょいいろいろありましてですね、まあ、今のこの政治的な話し合いのような、はい、まあ、この清正の気持ち、わしもものすごくわかるわけです。あ、まあ、かつてわしも豊臣方におったわけだけど、わしが天に召された時にこの息子長男の年長がわしの後を継いで、同じような形でかつて豊臣方の者が、まあ、徳川方に下ったと。わしも関ヶ原の合戦の時は我が前だけもこの東軍についた、こういうことにござるが、まあ、そのおかげでわし今加賀百万石の祖と言われておるが、年長の代で123万石125万、ちょっとそれはまた年長に聞かんといかんが、まあ、そのぐらい百万石と言われるゆえんとなったということで、実際のところあれなんですな、そこまで発展したのは年長殿の時代が結構でかいということで、あ、なので加賀百万石のそっとそってつければもう何でもいいということでございます。それあんまり言い過ぎると、わしのこの、まあ、金色の扇ももう目立たんくなってきますし、いやいやいや、なんかかっこいいですな、その扇は勝手になりきみたいな。いやいや、やはりそうでございます。そうですね。そうです。そう。そうです。そうじゃ。そうが、そうが多いな。石杖でございます。作業だよ。まあまあまあ、そういうことでいろいろあるわけじゃん。このまあ実際そうなわけです。なので耳に残り始めましたね。加賀の地ではわしがもてはやされず、まあ、息子の年長が加賀藩主と申す者も出てくるぐらい。さようですか。まことじゃ。それちらほらおるわ。いやー、しかしやはり加賀の国と申せば年上様でございます。かつて、まあ、映像で年上と待つという、はいはい、番組をやってくれたからな。あれで、まあ、わしの名前も、まあ、知らん、あまり歴史に興味のない者たちに広まって、だいぶ知名度がな、まあ、もともと知名度ある方じゃけど、加賀の国ではもともとございましたよ、ね、もともとある方じゃけど、ええ、その他の界隈の者たちもわしのことを知ってる、まあ、このままわしの知名度が上がって、今は現世の寺子屋の教科書の参考書なるものの片隅にちらっと書かれてる程度じゃ、まあ、もっと大々的にの、まあ、信長様を筆頭に豊臣秀吉、そして徳川殿はデカデカと書いてあるから、この3人に負けんようにわしの特設ページでも組んでもらって、まあこれからは皆々わしのこともっと知ってくれよと、こういうことにござるが、地域によるかもわかりません。お主は肥後の地では、肥後の地では、まあ、一般的に歴史の教科書の中では、加藤清正の名は資料集ぐらいに出てくるかなというところでございまするが、あるいはこの本文が書いてあるところに下に1本線が引いてあって、その下に小さく米印で書いてある、ああいうあたりということはあるかもしれません。ですがですね、肥後の国ではなんか教科書に載るという話を聞いたこともございます。まだ確認は確認はいたしておりません。ですがそれはそれで地域性として面白いのかなというふうに思っております。まあ、何よりもこの教科書に載る前に、まあ、つい先日この加藤清正の治めた熊本肥後の国へ我ら名古屋おもてなし部署が行ってきたわけじゃけ、この清正のもてなされようがすごいわけの。お主驚いとるな。まことじゃ、この加藤清正すごいんだよ。え、あの人がと思ってるじゃろう。
いすごい今言った瞬間にな、なんか指を指したな、そっちが心わしに向かって肥後の国、わかるかな、熊本県だな、熊本県を治めて、まあ民の数形を集めておるがよ、おお適当な拍手やめい。あの拍手はもうやめろと言うな、話すなと。おいや、誠だから、お主腰抜かすぞ。え、あの人あんなに崇められてるのっていう感じになるよ。例えばもうな、すごいぞ、いや、すごいんですわ、すごいな、みなしも、まあ、例えば肥後の国、まあ、どこの国でもよいが旅へ出てまいった時にはタクシーなるものを利用することもあるじゃろ。そういう時にじゃな、まあ、肥後の国の、行った時にはぜひどこの会社でもよいタクシーにちょっと近い距離だったら乗ってみるがよ。で、ちょっと加藤清正の名をさりげなく出すとな、止まらんぞ。おお、すごいわけじゃ。加藤清正本人に対してもいろんなものが加藤清正のことを言ってくる。自分の身分を明かさずにですな、こう話に耳を傾けたところですな、加藤清正公はですね、家紋を2つ持ってます。この蛇の目紋というのと、あと桔梗紋というのを2つ持ってますというわけですな。本人に向かってな。本当はですな、もう一つあります。あ、まことか。もう一つありますが、非常に得意満面で言っておりまするゆえ、拙者ですが、そうかそうか。しかもその肥後の民のすごいところは、もう清正本人が清正この家紋をな入れて座っとるわけ。その清正に対して、まあ、そういう質問を出して、でさらにはこの上からよ、散々清正様清正公と言っとるにもかかわらず、清正公はこの家紋の下り知っとりますかと。まあ知っとるよと言っても永遠に説明するわけ。話が止まらんぐらいに清正のこと大好きと、まあ、そういう小さい頃から親から聞かされるんだな、清正公はすごいよと。この肥後の国を礎を作ったものだ、また土木工事が飛び出たんだな、もしくは。まあ、そういったあたりで数形を集めとると、町づくりに貢献したというところがありまするゆえ、そういったあたりで、まあ、後に治めたのは細川家でございまするが、細川家よりも加藤家の方が、まあ、数形を集めているというのはそういうあたりにあるやもしれません。そうだな。しかもですが、その運転手の方が家紋を2つ持っているのは加藤清正公だけです。すごくですな、得意げに申すものですから、いや心の中で他の大名もいっぱい持ってるよと思いながら、そうかそうか、それはすごいということです。戦国大名は家紋を複数持ってるのが普通じゃからな、替え紋といってじゃな、本来使っておる紋の他にいくつも違う家柄からもう混ざったような紋であるとか、そういうのをいっぱい持っていたりです。この加藤清正も、まあ、3つ紋を持っていて、それぞれがまあ言われがあるということなんじゃけれども、お待たせいたしました。まあ、今はな、皆必ず一家に一つ家紋が一つということで、それはまあ明治時代以降に整えられたわけなんだが、戦国武将はいくつも持っていたということなんです。郷土の武将の紋はいくつあるのかなっていうのを調べてみるのもよかろう。確かにな。さあ、ようござった。なんでそんなに笑っとるんだろう。すいません、何笑っとるんだ。いや、何でもありません。わしの顔見て笑っとる。いや、違います。そのようなこと言ってない。さあ、まあな、この今家紋の話が出たので、まあわしとこの前田慶次、これ親戚に当たるわけです。わしが叔父でこの者が多い。年齢だろ。まあ年齢は4つしか変わらんのじゃけど、だからわしの方が偉そうと。笑うな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 。まあこの前田家のこの剣梅鉢の紋、これはそもそも何の家紋かというと、これ遠く果てを、果てじゃないな、その遡ること、いくつね、物語を語るようになってる。菅原道真公というのはお主ら知っとるな。知っとるだろう、偉い有名じゃな。これ学問の神と崇められておる。その流れを組んでこの剣梅鉢、そしてこの梅鉢、なぜ梅鉢になったかというと、その菅原道真公が梅が好きだった。なのでこの梅の門になった。そして我が前田利家も梅が好き。まあこれ何が言いたいかというと、菅原道真公のなこの流れでわしも頭がええぞと、上に行くことで
界ではこの唐の国、まあ、中国から入ってきたばかりのまだほとんどのものが使えんそろばんを、まあ、器用に操ってわしはこの財政を自分でやりくりしたと。そのそろばんが今もこの日の本の国に残り、まあ、わさあ南は南はここにいて廃人の国となっております。喋りすぎたな。いやいや、頭がいいの下りでクス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 笑うじゃないよ。大名は大体頭が良いものじゃ。あよ、弁武領土、それが大名の。そうでなければ国は治められん。ええこと言った。そう言った。お主治めとらんじゃろ。お主上代止まりだ。とんでもない便乗の仕事。でも誰よりも勉強しとった自信があります。無職になって15年勉強しとったんだから自称な、自称頭がいいなお。いや本当にいい。よし、ではさあです、いい頃合いとなった。こたびは宵祭り、またこの後も名古屋城は続くので、みなみな屋台で美味しい食べ物を食べつつ、いろんな催しやっておるのでそちらも楽しんでくれ。そしてまた我ら16日にこの宵祭りまた参加する、他の日にも参加いたすのでぜひ確認してほしい。その詳しき情報は我ら日記帳というのをやっておるので、現世のからくり機で名古屋おもてなし部招待と調べてくれ。さあでは皆しもこたびは湿気の多い中誠に一日ありがとうさんじゃった。さあ我らこれにて退陣いたす。ではまた会おう。みなしもさらばじゃ。正しけのことだった。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ドイレリタネカの話も良い勝手に楽しんでくださいな。ありがとうございました。